左側が生き遅れおじさんと右が小九郎フィッシングの小九郎さんね。今もう無料で盗撮できるから、許可もらってるから盗撮していいって。今日ずっと撮っていいって許可もらったから。小九郎フィッシング、これ許可もらってるから、みんなこれ盗撮したら怒られるよ。盗撮は犯罪だからね。今おじさん許可もらってるから、ほら許可もらって、今ちょっと苦笑いになって盗撮されてるから自然を感じるんだね。食料がいるちょっと釣っていくわ。でかかったくない？いや、でかい。まあ今日釣った最近結構沖の方で食ってきた。嘘、だいぶ大きい。めっちゃ大きいとこ。クランクサイズ何センチ？25あったりぐらい。何よ、じゃあ、あのさ30あったの？あのさ、俺さ向こうからさ50ぐらいのが来たんかもあ、そうか、あ、でもだいぶ大きいだもん、やっぱ大きい。いるね。アクション目で釣れました。いるね。よかったんだ。うん、だからあのちょんちょんってして、その物上をうまいことやってたら下から、はい、うわ、めちゃめちゃ嬉しかったのに。やっぱ手前より沖の方に今いる。だから沖におるんかもね。吉井さんが車にいろいろやってる間に釣りました。2匹目です。あざます一応入れとこうと。釣りで超小バス、なんか可愛いな。食べたくなるぐらい可愛い。昨日そのサイズのバス食いましたわ。あ、食べた？はい、美味しいもんね。美味しかった。いや、マジで。いや、俺天ぷらが一番醤油かけたりとか。そう、俺ね、天ぷらが一番好き。めちゃくちゃうまい。バスはまあ無限に釣れるんだけど、12センチのバスなんで、まああれだったらね、ここでずっとやれば100匹釣れるんですけど。いや、まあ山天候がある限りは。そうです。ちょっとね、面白くないですよね。でかいの確かに回遊ポイントがあるんで、うん、でも結果に岩井さんイケメンだね。かっこいい。かっこいい。ほんと、うん、地毛です。やっぱりその、いや、また女性にモテるんだこの人が。ほんと？モテる。そう思う？いや、うちモテるじゃん。隠さんでもいいじゃん。だけどあれだよ、うん、独身貴族だよ。生き遅れってなんか言っとったけど。いやいやいやらしい顔してですね。生き遅れ。いや行きませんかもう。たまん行いやー、いいね。やっぱ釣りってこれがあるからいいんだよね。楽しいです。うーん、でもあの、やっぱあの初めてあの僕でお会いした時楽しかったじゃないですか、話してて。そう、なんか俺はね、好印象だったから、もともと。ああ、そうですか。あ、なんか面白そうな人がいて。好印象な奇跡ですよ、僕が。本当？あんななんかちょっと横柄な態度しか撮ってなかった、ね、YouTube では。親子との年齢差。小九郎21歳、ケガニおじさん50歳、お父さんと息子。あ、やばい。ちょっとここで一発出してさ、はい、視聴者の人に一個に見える。なんかあのどんだけっていう人超えてますね。超えてる。めちゃくちゃ似てますね。もうあれ今映ったの？映ってるけど。そうかそうか。まあ。ね、うん。49がカッコつけ。いや、普段一人のさ時カッコつけすぎやで。そうでしょ。だって腕組んで、はい、皆さんこんにちは。どうの釣りを教えます的なんだけどさ、ヘボいやん。で、坊主だもん。そうそうそう。小倉さん、ちょっと革命お願いします。任してください。はい。なんか釣りそうだもん。釣りたいな。でも小バス、なんかこんぐらいのやつ結構うろちょろしてるんですよ、バス。あ、してる。小倉さん投げてる何ですかそれ。スピナーベイト。スピナーベイト。はい。やっぱケガニオさん世界記録が出たポイントだから。ここが？あ、いや、琵琶湖がね。だから俺前ね、こっから 500m ぐらいのとこで、はい、めちゃめちゃでかいのバラして、もう この距離かな、過去最大何センチか分かんないけど、それを70って言い張ってんやけど、もうね、尋常じゃなくて、俺唯一その時は震えた、これはーって。もう当たった瞬間にもう恋だと思って、重すぎて、はい、で巻いてきたらこれぐらいでジャンピングしてバーン外れた、その魚体が大丈夫見てください。びちゃびちゃになってる。いやいや、
これ滑るんだって。わ、苔みたいなのある。苔が滑るんだよ。衝撃。いや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 。あー、バッスリ見とるんだな。なるほど。ああ、まあ YouTube 繋がってるからね。視聴者の皆さん、これちょっと翔黒さん、すいません、これリアルな翔黒です。これが、はい、バックラするんですよ、小学生の翔黒ファンの皆さん。あの翔黒さんですら、これはやっぱり向かい風で。翔黒さん、これちょっと企業秘密ですか、この辺は。いや、いいっすよ。いいっすか、はい、もうただめちゃめちゃ汚いです。かこれ浮きです。あ、これで数々の。いや違います、あの昨日もらったんですよ。あ、昨日もらった。なるほどなるほど。これはやり込んでるな。翔黒くんがバックラッシュしてるなんて。こんな。イメージがない。即カットする。してやっぱあのイケてるやつを演じていきたい。翔黒くんちょっとルアー1個欲しいんですけど。あ、全然いいですよ。マジっすか。はい。ただあのまあ視聴者、思い出のルアーとかあったらちょっとまずいでしょ。これは。いや、むしろ思い出のルアーとか。俺これがね。はい。このクランクがもう本当にそのザ・ショークロのこのここがね、思いが入ってる気がすんねん。これ高く売れるんじゃないかな、将来これ。ちなみにこれあの、うん、釣り場で拾った拾ったやつこれ思いをやっぱりその小学生の頃に泣きながら。だってこれもあの近くで拾ったおっちゃんがくれたやつ。あ、そうなんや。はい、もうほぼもらいもんす僕の。あ、そうなんだ、はい、いや今照れてるな。これ絶対ショークロさんが小学校の頃泣きながら投げてこれハゲたんだな、これ釣れるか釣れるか。小学校のやつはもう全部今どっかで乗ってる。いや全然っすよ、もうほんま。じゃあ1個ちょうだい。え、全然いいっすよ、これは。はい、いやちょっとじゃあサインも書いてもらおうかな、俺は。3つ4つは絶対なくすから。なるほど。いや、翔黒さん、これちょっと釣れないですね。全く釣れないです。はい、今バス釣り界の革命を起こす男をちょっともう追っかけてるんですけど。ちょっともう革命無理っす。そのカツラいいよ。いや、これ地毛だよ。そうなの。翔黒さんどうですか、このカツラ被ってきた時。いい地毛っすね。いや、いいですか。ちょっと軽くバカにしてきたかって、ちょっといや、もうあの、髪の色のレベルが違いますからね。開かないですね、琵琶湖。やってます。釣れないけど、今日はやるよ。これ厳しいね。ヘッポコ超高級印象黒。ね。うん。まあでもいい記念になったよ。今日一番面白かったのがあの転んだのが一番面白かった。あ、俺がこけたやつか。あれね。じゃああれは天然だったから。あの笑ってしまって。あ、いいよ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 。あのじゃあ俺もわざと転んだんじゃなくて、本当滑るのよね。滑る滑る。そう。あとちょ老人で足腰が弱ってるかも。まだベタベタだね。もういいよいいよいいよ。うん。いやでも面白いです。ねえ、楽しい楽しい楽しい。ダラダラ喋りながら。ねえ。ヒットシーンは全く撮れてないんですけど。そうです。うちらね、あの編集サボりおじさんで、それも人気出ない秘密なんですよ。めんどくさいっつって。あのようやく理由が分かりました。で、僕の場合はカメラヒットしたら据えたままカメラの起きてカメラやって、うーって編集がめんどくさいっつって。それも売れない理由。八丸をばらしたことがあって動画になってないんですけど、クジラみたいなバスがここでかかってるの。バラしたことがあったんですよ。だから回遊してくるんでタイミングが合わないと釣れないですよ。こう翔黒さんの釣りが間近で見えて分かりました。釣りのスタイルが。あ、ほんまっすか。うん、ま、人それぞれみんな違うでしょ。はいはいはい、僕どんなんすか。なんだろう、まあおっさん、俺らはもうおっさん世代だから、はい、もうニューウェーブな釣り。あー、なるほど。そう、スタイルがちょっと、なるほど。俺やっぱ20年前はね、はい、もう本当に本も今すごいじゃん情報が。はい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 、はい、だからレベルが高いんだよ今の子は。俺らの子だって本だもんね。え、僕もまだなんか今とかやったら吊るしとかあるじゃないですか、うん、吊るしとかあんなんまだ分かんないんで。少年釣りトップなんて知らないもんね。全然知らないです。そう、俺らの頃は村田はじめさんとか出る少年釣りトップっていう、はい、携帯もないしネットもないから、雑誌ですか。その本だけが情報源。そうそうそう。なるほど。食労ファンの皆さん、食労様あえて寝掛かりするんですよ。うん、今翔黒さんは寝掛かりしてます。彼はね、こっちの変態おじさん、あのおじさんも危ないからね。売名売名で売名おじさん。いいのね。釣れたか。ミノコバスです。はい、ありがとう。見せて。なんとね、今回ギャニーおじさん、はい、その釣果はあれだけど、見せてルアーを。
秋ゼミ。これ秋ゼミっていう。秋ゼミって言うわ。釣れるね。この秋ゼミカラーがもうこれ秋ゼミって。しかも動きがいいよこれ、うん。これの白いやつがエビスルーって言うんだよ。うん、あ、そうなんだ。この秋ゼミはやばいよ。やばい。全部のバス拾っちゃう。あ、さっきの奇跡の一匹、はい、すごかったね。ちっちゃいけど。うん。もうプロ、キアニオさんもプロ顔負けですよもう。そうかな。うん。だって。波はなんかプロっぽいでしょ。だってさ、五山川でも今釣りの腕は上の方よもう。まあ結構ね、うん、名前も結構みんな知れ渡ってきたから。だからその釣り方とか視聴者さんがさ、ええ、キアニオさんが、ええ、教えてあげたらさ、ええ、フレアフィッシングで教室やりなよ。気がにおじさんのバス釣り教室、うんうん、月何もない。いや無料で無料で、うん、で間違ったあの中途半端な情報をそうそう絶対あのノーとは言っちゃダメだしょうこさん俺この気がにおじさん6年前までドラグって何って言ってたんで、あすごいドラグあのなってドラグだよってドラグって何って言ってたんでそのレベルなんでこの人教室まだ難しいかもしれない。そうそうそう、視聴者の皆さんにちょっとこれね、あの小学生の人たちに聞いてほしいんだけど、あの釣り馬の小黒さんですらこういうことあるの。これがガチのね、本当にリアルな釣りですよね小黒さん。はい、公開していいですかこの辺ちょっと。あ、いいっすよ。もうだ僕も正直もう地球2周分ぐらい糸なくしてますか。あ、マジでやっぱり1日やってるとね、こういう小黒さんですらライントラブルに見舞われて。全然あります。あるんですよこれ。多分子供たち見てびっくりしてると思う。そんないや、畑さんがバックラッシュしてるの確かにびっくりします。そうそうそう、だからバカな勝手にもうめちゃ馬の神様のイメージでいるから。視聴者さんってすぐお金持ってる。いや、いずれ稼ぐんですよ。そんでそうそうそう、だから翔倉さん、いや全然違います、違います。翔倉さん、はい、ここ2億で買いましょう。いずれ買います。これをもう確かにもう誰々とお触れにした、まあ、そんなそれは悪と違う。人間の生きる限りは男と女、他今はもうあの男と女ともいるけれどバイセクシャルっていう、なるほど、うん、BLGT、はいはいはい、はい、あります、あります、うん、レズ、ゲイ、はい、なんかバイセクシャル、はい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 、LGBT、うん、AG、うん、さあ、教えてありますよ、はい、詳しいね。 お父さんちょっとだけ僕あの配信業ってやっててちょっと出てもらっていいですか。いいですよ。ちょっと翔倉さんの隣で、いいですか。カメラマンですか。いや、僕はカメラマンですあの YouTube で、別々です、別々です。 YouTube で、あ、ね、何何避けないで俺を悪い時に来ましたね。いやもう本当にこの意味ありますね。いや、これはね、すごいあのこの人は1億円持ってる。ええ、だからまあ私は売りたし、アイドルみたいな感じですね、僕らが見たら。で、僕らカメラマンで、アイドルとカメラマン一緒に来たんですか。そうです。今日はお会いして1年ぶりとかに、そうです、一緒に釣り行きませんかってなって。イメージはアイドル、今映ってるんですよ、もう今カメラ撮ってます、あの喋ってるのも、はい、うわー、この人デタラメのことばっかり。やっぱり、いやもうこういうものあるじゃないですか話聞いて分かりましたイーロン・マスクさんとかしてたら、うん、そうっすよ。いや、やっぱ大先輩なんですごいっすよ。テスラモーターの、はいはい、テスラ欲しいっすもん僕も。テスラモーター今もうトヨタの十何倍の、はい、時価総額、うん、時価総額、はい、そんな言葉めちゃめちゃ詳しいですね。翔太郎さんも、翔黒さんも、マスクさん好きなの、うん、若いのに知識がすごいよね。ありがとうございます。お父さんも月刊ムーとかも好きですか。え、月刊ムーとかも、あ、そういうのは読まないです。月刊ムー、あ、なんでもないですムー大陸のムーのそう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 、サイエンスの本ですか。そう、サイエンスのその月のあれとか、はいはいはい、月の裏に建物があるとか、水金地下木と天海明、はい、今新しいのがまたえできてるんですよ。それ知らないですよ。それはもうハワイの スバル天文台で、はい、見つけて、もう僕らの知らないことがいっぱいありますもんね。いやでも本当におじいちゃんと お孫さん田舎の人ですよいやこの近くで、はい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 、あここええなあ。でもやっぱりこの大自然が朗らかな感じで、はい、パッと見ね、俺ら
あ、怖い人が来たと思ったけど、喋ったら、はい、僕一瞬あのお金渡した時に、うん、あのあこの人この土地の人じゃなくて、うん、普通にお金をうまいこと取っていく人かなって思ったあ、やっぱりこれ、これ間違ったかなって思ったら、でもあの話とかいろいろここであった話とか聞いてると、うん、あこれはあの間違いない、間違いない俺そこまで読めんかったね、はい、一瞬先読む人はこの人す、まあ、そうですよ、すごい、すごい、すごい褒められて嬉しい、 IQ 高いですよ、高い、 IQ 高いよ、 IQ 高めです、IQ 高い、私は低いよ、そんな気がしました、うん、私は勉強しなくてもこの、どう、あの僕もあの高校しか行ってないんで、私高校行ってない、あ、小学校で卒業、小卒ですか、うん、小学校、もう家でばっかりしてた、やっぱ、なるほど、戦後の間もない頃なんで、そりゃそうですよ、ね、ほんで青年はあの本を読んで、はい、あのロシアの、はい、ロシアがナホとかから、はいはいはい、はい、あのうん、シベリア鉄道っていうのがあるんですよ、はいはい、ヨーロッパの、それに乗って行こうと思った、おおかっこいい、小学校の時に、かっこいい、もう戦後間もない頃なんですごい時代でしたよね、戦争終わって、小学校で本読んでたんですか、うん、早っ、だから家出少年、うん、家出して、ほんで私はお母さんようけいるの、あ、なるほど、お母さんいっぱいおるパターンで、うん、僕の友達にもいます、普通、普通お母さんいたら一人でしょ、 あ、いっぱいいたんだ、義理のお母さん、あんたどこ行ってたん、もう晩飯食べてから帰れ、あっち行ったりこっち行ったりもう不老者と一緒やなあ、それはしなかったんですか、うん、しなかった、悪いことすると人間的に、はい、なるほど、不老者であろうが、なるほど、家出人であろうが、はい、悪の方を見られ方が悪い、あ、はい、罪人に見られる、はい、でも悪いことはしない、自分が生きたいから行く、はい、そういうところから生き方がもう、うんうん、そこでかっこいいです、うん、自分の意思今大事にそんなんですえ今大事いやいやでもそれはね束縛されるけど、はい、いやいや、すごいです、なかなか、でもいい、いい、楽しくないですか今が、だから私これここあの、はい、桃源郷、はい、桃源郷ですね、ユートピア、ユートピア、いやこれマジでもう最高っすもん、うん、いや、こんだけの景色は、いや、めちゃめちゃあるじゃないですか、うん、いや、最高だよ、これは100億円の価値ありますよ、お父さん私、出たわけ、いや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 、から出たわけ、価値っていうのは人によって決まりますから、うん、そうだね、うん、誰かが決めるもんじゃないですか、価値っていうね、はい、うん、100円でもいらんもんはいらんし、あ、はい、はい、いや、ここはほんまに、うん、釣り人にとっても最高っすもんね、ねえ、綺麗だし、ゴミ一つ落ちてない、はい、うん、友達とキャンプとか来たいなって思うし、うん、それ最後に見せてもらって、うわ、いや、これはね、私あの違う名刺持ってたんだけど、森野努さん、あ、森野努、あ、で絵描きさんなんですね、あ、今まではこれを使ってたんですよ、はい、これを使ってて、メルカリで言ってる、あ、あ、これがで知ってる方がインターネットで、はいはいはい、あの見られないか、そうなんですよ、 あまりにもでかいのが釣れないんですよ、そう、それで私それ慣れてないから、あ、インスタグラムで見れる、うん、あ、見れる、出てきましたよ、うん、あ、うまっ、めっちゃうまい、めっちゃうまい、それですこれうまい、うん、え、どんなんが出てます、私で自分で見たことないんですよ、これめっちゃうまい、これレトロな感じで、すげえ、だから俺ら森野さんとお知り合いになって、本当にもちろんですよ、刀、刀、うん、あ、いや、ホンダジェットまで、森田さん、今日ありがとうございました、本当、フォークバリン、はい、そういうのも、あ、ゲレンデ、うん、ゲレンデ、うん、こういうのも描いてるんですよ、あ、これ1000cc ですか、うん、まあ、本当に絵がお好きなんですね、森田さんは、これが僕の推しやつですもん、え、SNRR、 これ手で描いてるんですね、あ、そうです、へぇ、森田さん、いいね、いいね、やっぱりこの景色がいいわ、やっぱり琵琶湖はいいな、うん、癒せれるよ、でしょうか、ね、邪魔になっちゃうんで、ここは有名なとこなの、まあ、有名っていうか、まあ、さん、今日も一日ドキュメンタリー、まあ、早朝からね、はい、ドキュメンタリーに小黒を撮ってますけど、結構いろいろあったね、もうちょっとカメラで映せない話もいっぱい、後半にすごいことがあったね、なんか、あ、すごいことって言うとあれですよ、なんかもうやばいみたいな感じなんですけど、そんなすごいことで、ラストでかいの出たら映画決定ですよ、映画か、映画小黒ですよ、映画小黒ドラえもんみたいなこれ映画になる、でかいの映ったら映画って、お前どうですかこれ、ね、あゆめっちゃおるんですよ、はい、だからこういうスイッシャーとか、はい、ただ巻き系のやつで釣れるんじゃないかな、プロップ感じの、はい、あっちがいい、
この界隈で今ね来てるんで、もうちょっとガチ勢なんで、2人とも特にあの翔九郎さんガチで釣り来てます。はい、俺の道をやるだけよ。夜釣り釣りでしょ。滝沢翼がここで六丸を釣った1週間前の話だ。翼が六丸を釣った場所だ。どうした、ナブラ来てる、ナブラ来てる、ナブラ来てる、ピンポイントで投げたら釣れるぞ。ちょっとピンポイントやってくれよ。どうした、どうした、釣らない。おう、やるよ、俺もやる、投げ続けとるよ、俺もこれ。今この辺いっぱい近づいてきてる。やれやれやれ、多分ね、翔九郎くんが一番可能性高いと思う。おう、ちょ、ナブラか、バスはでかいか、でかいか。いや、あの、だいぶ近づいてきた。奥見えますか、高橋さん、あの一番ボイル、なんか色が違う。うん、あそこね、あそこもベイト量がやばい、捕食もしてる。はい、来ますよ。だ、いや、今日一日カツラかぶってたんだけど、化けの皮が現れちゃった。え、もう回してるの？回しとるよ。もう5時だね。もうちょいだな。だって昼飯食わずにずっとやっとったもん。いやさっきのボイルでやかったけど。あ、踏んだね今。あ、さあ、あ、ごめんさあ、踏んじゃった。思いっきりゾディアスの、ごめんごめん、踏んじゃった、思いっきり踏んだね、ゾディアスを。最後まで諦めず俺投げていくよ。そしてショコロ投げてる中で、あの富士山が気力失ったか。いや、なんかね、急になんか座ったらどっと疲れる。この最後の最後まで投げ切れるかが勝負だよ。でも今の時間帯が、うん、売れるかどうかの最後の最後まで。今のあくび見た、お前の。その最後までこうやってやる気入れるかどうかが、その本当にちょっとの差がめちゃめちゃ差がついちゃう。うん、本当にそういうことよ。まあでもヘッポコ超ゴキらしいわ。あんたがガチでやっとったらどうしたんって、やらせかって言われる。映画翔九郎、このまま坊主で終わるか。いやいやいや、まあデカバスじゃないとダメだ。そうそう、小バスやね。まあ最後で奇跡起きるか。いやでも翔九郎さんすごい刺激になりました今日。まだでも最後諦めずやって、やりきれるっていう、楽しいです。いえいえいえ、これ皆さん綺麗ですよ。あら、ちょっとやりたいんですけど、これカットの可能性ありますね。はい。ボツではないです。ボツではないな。家帰ったらもうノーカットで2時間半とか流れてる可能性もある。長えよって言ってね。いや、夕焼け綺麗で、俺たちめちゃめちゃ綺麗。ちょっとイマイチやね、今日の夕焼け。今日の夕焼けイマイチや、もっと綺麗なんだよ。いや、雲がもうちょいないといいんだけど、今日イマイチの夕焼けやったわ。綺麗とか言うから、いやいや、言わないかんかな思って。今一度夕焼けでみんな。でもなんとなく景色は綺麗で、ただもっと綺麗だもんね、いつも。このなんかこのタイミング太陽の傾きがなんか良くてめっちゃ綺麗くない？そう、今日はちょっと雲があっていまいちだけど、また明日があるよ。でもなんか波荒れなくてよかった。そうだね、風もなかったんだけど、はい、めちゃめちゃ良かった。この波の音と虫の音と風の音で癒されるんだよ。ということでみんな楽しくやってみて、ラストのラストまで投げ切る。ラスト2投で釣るのが僕なんで、見せますよ。まあ翔九郎さん、はい、コリンコリンコーちゃんに一言メッセージお願いします。おはようございます。コリンコリンコーちゃんに、さっき話聞きました。大ファンらしい。そう、大ファンって言ってくれる人がいて嬉しい。本当に大ファンで、うん、まだ僕のレベルやと、うん、ファンっていう名前すら存在しないんじゃないかと思ってます、うん、
いや実は本当は毛ガニおじさんじゃなくてこうちゃんが来る予定だった。ただ子供が生まれたばっかで、あ、そうなんだ。そう、ってなんでそのタイミングなのみたいな。なるほど、うん、ストーカーになるよあの人。それやめてくださいって伝えください。うん、やらせていきます。ちょっと似てるよね、なんか雰囲気のタイプはね。タイプはラスト来い、ラスト来い。一応カメラ回しとこう、はい、このツルシーンが入ったら映ってる、映しとるよ。余裕で映っとるよ、暗闇に。頼む、寝ろ。本当暗闇いいシルエットだね、うん、ここでリアルで食ってきたらやっぱり合わせ方もなんか見せる合わせ方ってある。はい、ありがとうございます。そう、琵琶湖は甘くなかった。全く釣れなかったですね。いやでもこの積み重ねでこれを3回やればね、まあ、あります。50アップ出る。50アップあります。そう、欲しい欲しいよ。でかいのが、でかいのが欲しいよ。一発太いのちょうだい。